ちょっと待って、ちょっと待って、お姉さん。レッスンしないでどこ行くの？あ、レッスンゴレライ。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 はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はピンクバラと白バラの可愛いウェディングブーケを作っていきます。では、早速いきましょう。行くぜ！ Come on！ はい、ではここからは手元アップでいきたいと思います。ものすごく可愛いブーケが出来上がるので、最後までぜひご視聴ください。では行きましょう。はい、では始めていきます。まずね、このように白バラを持ちますね。白バラをこう重ねていきます。でまあ、中心の、ね、ホールのところは白バラでこう形成していきますね。でこの今ね6本持ったあたりからこのピンクのバラを少しこう入れていきます。でその時にこのトップのバラから少しずつこう外側のバラがね落ちていくような感じで高さが落ちていくような感じで作っていきます。でこの辺りからこうミスカンサスとかっていう葉っぱも少しこう入れ込んでいきましょう。でこう下の部分を握り込みます。ちょっと上にこうループのね葉っぱの可愛い部分が出ますからね。そしたらまたこう白バラを入れていきます。はい、そしたらまた今度ピンクのバラを入れていきますね。はい、そしたらこちらの周りにですねこのかすみ草をね入れていきます。でかすみ草はこのまんべんなくこうやって入れちゃう人いますけどこの周りだけ入れていきましょう。まんべんなく入れちゃうとなんかちょっとブーケっぽくなくなっちゃうんですね。はい、こちらでかすみ草が入りましたね。そしたら最後にこの下をこのレモンリーフで、こう閉じていきます。こういうようにね後ろ側をレモンリーフで留めていきましょう。はい、バッグもこのようにねレモンリーフでバッグ処理ができてます。頭から見るとこういう感じですね。はい、最後にここで全体にこのブーケを整えますっていうのがどん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 引きずり込まれてるんでこれ無意識のうちにね引きずり込まれていくんですよどうしても。それをこうちょっとね引っ張ってあげたりする作業で随分とブーケの形が変わります。はい、ではこちらでブーケが完成なので結束します。では結束していきます。
はい、こちらでナチュラルステムブーケの完成です。ちょっと下の足をね添えてみましょう。はい、できました。ではこちらで完成ですけど、これをテーブルの上にね乗せて見てみましょう。はい、レッスンこれらいブーケはいかがだったでしょうか。このねピンクと白の入れ方ですね、バラのね、これがあんまり均等すぎてもなんか気持ち悪いんですよ。だからちょっとこうね、なんだろう、不規則な感じっていうのを出して、でただこの形フォルムはビシッと揃える。ブーケはね、このフォルムが揃ってないブーケは本当に見苦しいんで、フォルムは揃えていきましょう。でフォルムは揃えるんだけど、この中の花は均等に揃えないというのがかっこよく見せるコツですね。ぜひねこの辺りは実践してみてください。でこれはまあ今ナチュラルステムで見せてますけど、ここのところね補水のペーパーつけてリボン上げすれば十分ね、これねナチュラルステムブーケじゃなくて普通のブーケとしても通用します。で必ずここのバック処理のね、この葉っぱ、最後レモンリーフ入れましたけど、この葉っぱは入れましょう。どうしてもね、ここで花嫁さんの衣装と引っかかってね、折れたりすることがあります。なので極力そういうのは避けるように、ブーケ実用的に使う場合はね、ここのバック処理の葉っぱは忘れずにしましょうね。ただレザーリファなんかで使ったりすると、たまにこう胞子がいっぱいついてて、その胞子がこのドレスについてねクレームになったりすることもありますので、それは注意してあげましょうね。ではこちらのピンク白ブーケ、ぜひ実際に作ってみてください。ラウンドブーケはね割と簡単にできます。まあ、ただね慣れないうちはやっぱりいびつになってしまうんで、これは練習あるのみだと思います。ぜひ練習してお友達のブーケとか、そうだね、自分のブーケでもいいですよね、作ってみてください。ではね、また次回いろんなお花のレッスンをしていきたいと思います。また次回お会いしましょう。 See you next time.